はい、皆さんこんにちは、なみきです。今日もこちらザ・プレミアムバックステージ代々木店さんにお邪魔しております。前回ですね、アプローチのウェッジですねの、番手別の飛距離を測らせていただきまして、それも踏まえて今日は、この間ベストスコア、ハーフベストスコアも出たことだし、こちらのシミュレーションでもハーフはベストスコア出るんじゃないかということでやっていきたいと思います。インドアでのベストスコアを目指すと。もちろん。そういうことですね。はい。まあ普通のコースでもできたから、ね、出るんじゃないかなって思ってますし、あとやっぱ先ほどね、まあ以前の動画でアプローチもちゃんと測りましたから。全番手の距離も把握できたと。一応把握できてる状態で臨むということなので、かなりいい条件なんじゃないかなと思います。はい、頭にも入ってます？クラブごとの距離は。入ってない、アプローチに関してはさっき測って入ってないので、携帯を見させていただいて。フルショットはもう頭に入ってます。大体。素晴らしい。はい、入っておりますはずです。ということでじゃあやっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。じゃあ早速やっていきたいと思います。まずこちらがですね、1番ホールパー4ですね。ピンまで300ヤードですね。回るコースは、はい、こちらの方にセッティングしていただいたコースですよね。はい、そうですね。テトンファインズって言うんですかね。ですね。私も初めてでございますが。海外ですかね。はい。左の奥のバンカーまでがだいたい180だと入っちゃう。で、手前のバンカーは130で入っちゃうかな。バンカーは180って多分、はい、届かないって見るんだったらちょっと左に狙ってもアンパイだったよね。そうですね。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。お願いします。うん、おー、あ、ちょっとやばい。ストップ。 OK、 よかった。ちょっと危なかった。そこそこ距離出てますね。170そこそこちょっと出ちゃったんで、ね、今ちょっと怖かったです。ミート率 1.44。 ありがとうございます。もう当たりが良かったです。ピンまでが、160ヤードぐらいか、はい、なんで距離的には3番ウッドですね。これあれですね、はい、ラフに入ったんですけどラフじゃね、ないので、やっぱ今日はベスト出さなきゃダメですねこれね。そんなハードル上げないでください。いやだってラフじゃないんだもん。花道方向で行きましょう。うわー、トップしちゃいました。あ、ラッキートップ、まあ、トップというか何て言うんですか。引っ掛けてトップしたんですかね。はい、なんか変な球でしたね。ただ来ました。何ですか。残り40ヤード。お、来ました。確かに58度のフルだと聞くて、あ、56、いや56のハーフショットがちょうどいいぐらい。それか58のハーフでトータルが 38.6 なんで、うん、それぐらいでもいいかな。手前を狙うんだったらね。はい、はい、いいんじゃないですか。58度でイメージ、まあ、ハーフショット、よし、58度、いきます。おー、いい感じ。ナイスオン。これめっちゃ良くないですか。見てください、ぴったりです。ナイスオン。さっきの測った意味が確かにめちゃくちゃありました。 OK が出ました。ありがとうございます。ナイスパー。やったやった、イエーイ。 OK パーです。よっしゃ、確かにね、社長ゴルフになってますね。えらい長い OK が。続いて2番ホール、こちらパー5です。444ヤードのパー5ですね。はい、ほぼまっすぐなんでピンまで、うん、このまま行きましょう。はい、444ヤードをパーオンしたいですね。3つで、よし、それ目指していきます。うん、いい当たりだけど、うわー、ちょっと左行っちゃった、やばい。お、ナイスキック。あー、今のいい当たりだったんですけども、いい当たりですね。ちょっと方向がピンまで296ですね。まあこれほぼまっすぐですね、このまま。はい、
なので、まあ、3番ウッドですね、はい、距離的にもラフに入ってるんですが、お、奇跡的にいいライですね。いや、何をおっしゃってるんですか。ラフかと思いきや奇跡的にいいラインにありました。ちょっとやっぱりこれでハードル上がりますよね。プレッシャーなんですけど、私なんかいきます。あー、ちょっと、うわ、当たっちゃったわ。当たりはめっちゃ良かったんですけど、木にめちゃくちゃ綺麗に当たりました。残り2、6、7、もったいな、はい、よいしょ、オッケーオッケー、いいじゃないですか。いや、これを一発目に出さないといけませんね。うん、いいショット。155ヤード飛びましたね。はい、残りが116ヤード。でも手前のバンカー、左右のバンカー気になっちゃうから、短いペラっていうよりかは、そうですね、ピンハイまで打っちゃってもいいかもしれないですね。ね、うん、方向もまあこの方向でいいかなと思います。ん、いい感じの方向に出ました。うわ、これいいかも。ナイスオン。よっしゃ、ストップストップ、止まれ止まれ。あ、グリーンがちょっと早い気もしますね。まあちょっとね、トップ目だったからじゃないですか。スピード少なかったんでしょうね。はい、オッケーです。やっとパッティングきました。はい。でも5ヤードらしいですよ。お、本当だ。かなり、はい、スライスが かなり白い、かなりありそうですよね、これ。白いなんか、今が動いてますね。はい。これスライスしてるってことなんですね。だと思うんですけども、5ヤードだからな、うん、いきます。うわ、けっやばい、結構切れるやん。だし、だいぶショートしましたね、はい、半分ぐらいしかいってない。難しいですよね、このシミュレーターのパットって。ここ難しいな。いや、めっちゃ切る、切れるし、なかなか飛ばないですね、ボールがね。下りじゃないんですかね。え、 OK 出ました。はい、ということで、さっきがダボダボです。でも次、3番ホールパー3なんで、ここで挽回します。ここがですね、ピンまでが99ヤード。本来だったらすごい難しいグリーンなんでしょうね、この氷炭型の。左狙って、センター狙いましょうかね、グリーン。そうですね、池ですもんね。はい、池がちょっと怖くて、あとグリーンの形状的に、うん、こう池の方にセンター狙いでいきます。99ヤードだから、はい、8だとキャリーでいっちゃうかな。9とかにしとくか、うん、99ですもんね。で、これは手前に落として転がってくれると思うので、うん、お、距離感いい感じだ、うん、ナイス。よっしゃ、お、素晴らしいね。いい、なんか処理感ぴったりですよ、はい、めちゃくちゃ良きです。ただ逃げすぎた感じありますね。そうです、ちょっとちょっと思いました、はい、今で30フィート。これもちょっと微妙にスライス、うん、でもう打ちすぎたら息いっちゃうから気をつけたいところです、距離感。32フィート、まあ11ヤード。さっきの感じがすると結構強めに打たないと届かない感じでしたね。ですね、うん、います。おー、おー、いいね。ゴーゴーゴー、あー、止まっちゃった。あ、でも OK ボール出ましたので、OK、出ました。3フィート OK か、優しいな。パー、ナイスパー、ありがとうございます。3フィートって90センチだから、一番打ちたくないやつ OK くるるなんて言わない言わない。4番ホール、パー4ですね。これはピンまでが318ヤードのホールとなってまして、ちょっと左ドッグですね。左のバンカーは越えるのに180ヤードいりま、あ、手前が180、はい、越えるのは214ぐらいないと。あ、じゃあ全然もう右のバンカー方向でいいんだ。そうですね、右のバンカーだと198で入るので、私の場合入らないので右のバンカー狙いでいきます。なんかやっぱ飯島プロに習ったあのこのやつあるじゃないですか、うん、あれ意識すると全然ちゃいます。いい感じ、あのショットもめっちゃ良くないですか。なんかいい感じ、なんかすごい良くなりました。なんか体で打ってる感がすごいします、うんうんうん、あの足で引き下ろすみたいな感じですね。あ、はいはいはい、うんうんうん、
おお、いい感じだ。ナイスショー。ほら、めっちゃ良くないですか。ナイスショー。やべ、飯島プロに感謝。おお、いい感じ。まあ、まだ精度は全然ですけど、マシになってきました。いや、見てくださいよ。ん？182ヤード。あれ違う。いや、187ヤード。イエーイ。頑張れば今年201回ぐらい出せますか。かもしれないですね。出したい。ミート率もいい、 1.42。 ありがとうございます。ヘッドスピード、クラブスピードが34なのでね、これが37、38ぐらいまで出てくるようになれば可能性はありますか。筋トレして、いやいや、あの200余裕出てます。37とか出ると、そうですよね、210ぐらいまでいきます。127ヤード、ピンまで127。これパーオンしたい。6ユーで打っちゃおうかな。うわ、ちょっとトップ。やばい。ショットは悪くない。確かに距離感良かったですね。ねえ。けど標高が左だったのでバンカー入っちゃいました。はい、残り14ヤードのバンカーです。バンカーはやっぱ58度で。はい。これつぼけよう分かんないんですけど、シミュレーターのバンカーの具合が。ねえ。でもこれまたすごいスライスですよね。はい。あ、しかもバンカーなのに奇跡的にライがいい。もうそういうボケになってますね。あ、うまい。これはあでかいんだ。これ大きかった。普通のバンカーだったら最高ですけどね、今の。そうですね、うん、ちょっと距離感が、うわ、ミスりました。はい、オーバーして次反対側の、あ、カラーか。あ、よかったよかった。なので普通のアプローチ感覚でもう近いので、で、フックライン。お、いい感じじゃないですか。フック、うん、うわー、やっぱ速いですね。てかアプローチは飛ぶ、パターは飛ばないみたいな感じですかね。ですね。弱いか。え、これじゃ弱いのか。パター飛ばないんですよ、これ。なんとなく分かってきました、傾向が。まだ3ヤードぐらい。 2.5 ヤードぐらいあります。はい、これも短いんじゃない。なんでなんでなんで、嘘。パター飛ばないんですって。ちょっとここ課題だな、頑張ろう。ちょっと今のはスリーパットしちゃいけませんね。まあでもパターの感覚は慣れないですね。でもほらね、ポジティブに考えると、そのほら場所によって確かに感覚は違うから、はい、そこに対応できるように頑張ります。慣れたら入るそうなんで、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。